こんにちは、のぶです。今日は日本人のりょうたと疲れてる愛車疲れてる愛車と、あとは まだちょっと元気そうなしゅんと、あとはちょっとカラオケに行きたいハイカルくんと5人で、あのジャミール東京ジャミールモスクっていう東京にあるアジアでめちゃめちゃ一番綺麗なモスクに行きます、ね、行きましょう行きましょう。で、あの教育東京ジャミールモスクっていうのはムスリムじゃない人でも入れるんだよね。そうですね。だから俺とりょうたとしゅんも入れると。今日はねアジアで一番綺麗らしい、それをみんなでこう見て、お祈りしますか、みんな。お祈りしていいんですか。またお祈りはね、多分俺たちはできないんだけど、中に入ってカメラを回すっていうのはできるらしいんで、さやかちゃさやかちゃでヘロさやヘロ。はい、今休憩が終わりましたね。めっちゃ暗くなっとう、とてつもなくゆっくりしすぎてしまって、もう時間が割と、今何時だっけ、5時ぐらい。5時、もう5時です。寒いね。いや、俺強い。俺強い。寒くない。寒くない、全然寒くない。あ、すごいわ、モスクがライトアップされてる。ほら、悲しい。これライトアップされてる。ハイカルはこう結構来る？あんまり来ない？よく通ってますよ。よく通ってる？真面目なイスラム教徒だから。ああ、うん、偉いね。偉いですよ。本当ですか？本当の話ですよ。本当の話。うん、ハイカルは本当に真面目なんで。はい、ありがとう。ありがとう。すみません。東京ジャーミーっていうアジアで一番綺麗なモスクらしいです。で、今からここの中に入ってみんなでちょっと中をぐるって見ていきます。じゃあ行きましょう。モスク入るときは右足から行くらしい。右足から。カメラ回して大丈夫かな。なんか失礼だと思われない？あ、思われない。大丈夫。すごい中は、あの広いね。なんか教会っていう感じしないね、あんまり。モスクって感じしないね。はい、すごい真っ白で新しい建物って感じする。こっちは何？こっち多目的ホール。食堂になります。あ、食堂。ホール入っていいの？入っていいと思います。すごいすごいわ。あ、本がたくさん置いてる。ここにはたくさん本があって、これ何の本？イスラム教に関する本。そうコーラン、これが聖典だねっていうのが多分ここに結構置いてある。アラビア語の書だ。これ何？これはコーラン。あ、これがコーラン。うん、これは、なんかアラビアの書道。こんな感じで、すごい。コーランと。すごいね、りょうた。すごい。あ、本当に初めて来る。新鮮な感じ。想像と違う。めっちゃ新鮮な感じ。想像と違うね。うん、じゃあ、ちょっと次の部屋に行ってみようか。すごいね。イスラム教じゃない人もなんかいるね。これお土産、ハラールショップ。ハラールショップ。入る？ちょっと見てみたい。このお店の中にはたくさんムスリムのね、ハラールのご飯とか、こんな感じで。ハラールラムひき肉みたいな。すごいすごいわ、たくさんある。すごいね。マギボレンあるんじゃね。イスラム教徒っぽい。シェフ長ま、長まシェフの具。すごい、こういうのが売ってんだね。これがいくら？
はイスラム教徒の人とか言ったらダメ。え、そんなことない。似合ってる。シェフ、この帽子は別にイスラム教の人だけじゃなくて全員被れるっていうルールがあるらしいんで。この他にもたくさんここにはハラールのものとか、あとはミスワーク、ミスワークの歯ブラシ、すごっ、何これ、天然の歯ブラシ。ハイカル、アイシャ、この天然のこの歯ブラシ何、はい、歯ブリスビアス、アイナルスルバイ、アイナリスメイビー、これを使って歯を芸人する。そうそうそう、すごっ、初めて見た。え、これ使ってる？使ってないんです。 あんまり使わないの、これは。はい、らしい。あんまり使わないけど、あ、光がめっちゃいい。あ、そうなんだ、うん、分かんない。この絨毯もある。絨毯っていうか、このお祈りするときに敷くやつ。礼拝マット、めっちゃ綺麗。本当だ、綺麗。ちょっと今から礼拝堂に行きます。すごい。え、なにこれ、めっちゃ綺麗だね、やば、めっちゃ綺麗。本当にまだ綺麗なの、すごいね。うわ、すごっ、めっちゃ綺麗。わあ。すごい綺麗。見て。ほら。アイアソフィア知ってる？知らない。知ってる。どういうところ？アイアソフィア。アイアソフィアのデザインは、このモスクのデザインがほぼほぼ一緒ですね。なぜなら、このモスクは、モスクは、トルコのモスクですね。うん。だから。で、このモスクはアイアソフィアのレプリカです。あ、そうなんだ。だと思う。あ、じゃあそれをまあ真似したというか。はい、それと同じようなやつを日本にも作ろうみたいなので、これができたってことと思います。と思います。わからないけど。メイビーメイビー。カメラって大丈夫？入ってもいい。入ってもいい？入ってもいい。カメラ大丈夫？大丈夫と思う。大丈夫。すごい。綺麗ですか？綺麗。天井もめっちゃ綺麗だね。中はめっちゃ静か でここはちょっとカメラマンみんな回してるから多分大丈夫だと思うんだけど、一応、まあ、お祈りしてる人たちもいるんで、その人たちは映さないようにぐるっと回っていきたいと思います。はい、聞こえてたかな、声大丈夫かな。まあとにかくめちゃくちゃ中は本当になんて言うんだろう、本当に神聖な感じ。いろんなところにこうやってアラビア語の文字が書かれてて、ちょっと文字が読めないな、俺はなんて書いてるんだろう。ここは真ん中にあるなんか一番ちょっとゴージャスなところ、なんて書いてるのか分かんないんだけど、でもあの天井の文字とかって
書いたんだろう。気になるな。初めて来てどんな感じ。すごいね。すごい新鮮な感じがして。貸し出しようスカーフ。なるほどね。ここ貸し出しようスカーフが置いてる。バイバイ。気をつけて。いいね。綺麗だなマジで。すごい綺麗。はい、今日はみんなでモスクに行きました。行きました。行きました。お祈りしました。お祈りしました。どうだったりょうた今日は、良い一日です。良い一日です。そうね、初めてモスクに行って、はい、ちょっと僕は感動しちゃいました。本当普通に綺麗すぎて、なんか想像してたモスクとちょっと違った。違った、なんか綺麗だっためっちゃ。ああ、そうね。だからノブのおかげで私は今日モスク行きました。あ、本当。久々に。久々に。さっきしょっちゅう行ってるって言ってたのに。言ってなかった。言ってなかった。さっきね言ってたんだけど、はい。まあじゃあ今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画がいいなって思ったら、like と、subscribe、share、subscribe と。シェアを友達にお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ジュンパラギー。バイバイ。ジュンパラギー。はいはい。ジュンパラギー。ジュンパラギー。ヘイ。ジュンパラギー。ジュンパラギー。